の試合は北海道コンサドーレ札幌対ジュビロ磐田、勇者たちがピッチへと登場してまいります。にわかに熱くなります札幌ドーム。解説七海さん、北澤さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、場内の雰囲気も盛り上がっていてですね、いい試合を期待したいところですよね。今日はそれだけ試合に対する期待というものが高いということなんでしょうね。ですから私たちとしても場内の声の迫力というのも今日は楽しめそうです。さあ、まもなく試合です。スタートです。北海道コンサドーレ札幌対ジュビロ磐田、 J リーグディビジョン1第25節、どういった立ち上がりになるんでしょうか。宮澤、ここで切り込んでいきます。インターセプト、駆け上がる、取られます。宮澤どうする、宮澤どうだ。アーリークロスのアイデアは面白かったんですけどね、キーパーとディフェンスラインが混乱するタイミングを狙いたいですね。このボールはクリアです。中央から前を向くことができるか、うん、ボールは渡る、早坂、ちょっとこれは大きすぎた。フェイス、中央へ入っていきます。ボールを受けます。これはラインを割りました。素早いチェックでボールを奪います。宮澤、早坂、中央行けるか、前につないでいきます。宮崎、サイドのスペースを使います。オーソドックスなサイド攻撃ですね。有効にスペースを使えていると思いますね。石川、さあサイドのスペースへ、この攻撃は続きませんでした。抜けてきますかね。いいボール入ってますよね。コースト、26分経過です。宮澤、菊池、右サイドへ、
当たります。さあ右サイド、大井、高橋、森下、ロングフィード、横山、最終ラインでボールを回す。ジェイ、これは取られます。中村俊輔、右側から上がっていくか、ここから展開できるか、ここもかわす。切り込んでいきます。シュート、少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。ちょっと時間かけすぎてしまいましたね。ディフェンダーが戻ってくる前に攻め切りたいところでしたね。強度、素早いチェックからボールを奪います。中村俊輔、下げる、宮崎、速いパス回し、当たります。バックパス、シュート、素晴らしいシュートなんですが、キーパーの土正面、まさかここからというような意表をついたいいシュートだったと思いますね。出るのはもちろん中村俊輔、これのコーナーも読めませんからね。どこ来るか、ボールを上げる、ジュビロボールに中村俊輔、前半終了、試合はハーフタイムに入っています。さあ北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。札幌としては左からのクロス攻撃が非常に有効的でしたよね。まあ結果として得点には結びついていませんけども、相手のウィークポイントには間違いありませんから、後半もどんどん続けていくっていうのも一つの手ではありますよね。はい、ありがとうございます。さあスコアレスのまま後半へと続きます。さあ後半スタートです。一気に攻め方を変えてくるのか、それともまだ様子を見ていくのか、このあたりは監督の性格が出ますよね。一気に前線へのボール、取られてしまいます。かわします、早坂、ここでファウルがありました。レフリーの答えはイエローカード、先ほどのファウルです。どうだ、ヘッド、最後ヘッド合いません。先へは進めない、さあ逆サイドから展開、右が上がっていく、さあどう展開するか、サイドのスペースを使います、ダイレクト、枠を捉えられませんでした。
宮澤、さらに前線へと行きたいところ。しかしこれは笛です。上げてヘッド、来たゴール。後半にゲームが動いています。ヘッドでのゴール、見事でした。こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり、素晴らしいですよね。まあ、後半こう立ち上がり来るかということは本当にチームが大きいですよね。自分たちのプランがこのまま後半終わるまでやっぱ継続的にできるということにつながるので、そういった意味では、大きな一戦ですよね。抜いてきた、ボールは渡る、ドクラ中央駆け上がっていく、ジェイ先ほどヘディングシュートで得点を挙げています。早坂、ここからどう出ますかね。スライディング、この攻撃は続きませんでした。上げる、最後のところを打ち崩せません。上げる、クリアというところ、シュート、左サイド、左サイド上がっていくところ、さあ展開があるか、チェックを受ける、ここは誰に合わせるのか、どうだ、パンチング、2本目のコーナーキック、上げる、ヘッド、このヘッド報われませんでした。チャンスが2回続いて、少し自分たちのリズムを取り戻しましたね。先へは進めない、また回るからね。渡ります。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。札幌としては守り切ろうという感じではなくて、非常にアグレッシブに攻めてますよね。スライディング、穴の強度、サイドへボールを預けます。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。岩田としてはビハインドですけど、戦況は互角と言っていいでしょうね。状態のいい時間帯に1点決めたいですね。左側は上がる、ここから組み立てていきます。渡ります、素早いクロス、どうだ、どう応える、上がる、トプラ一旦戻して、七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。札幌としてはこの攻撃を見ていると、このままいっちゃうかなっていう雰囲気ありますよね。
ません。中村俊輔ファールに遭います。イエローカードです。さあボールは徳良、ヘイス、右側から上がっていくか、まだある。ヘイス、トクラ、ボールつながります、つながります。上げてくるか、どうだ、ヘッド、絶好の得点機、ものにできません。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどね、ここは決まりませんでしたね。スペースを狙います。そのまま打つ、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。トクラ、上げてくる、さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。さあこれで交代枠を全て使い切ります。J、 先ほどゴールを挙げたんですが今日はここで下がります。このゲームにかける意気込みというのが伝わってきましたね。ここまでの時間帯で十分だったと思いますね。どうだ、ヘッド、ラストチャンス作れるか、前を向いて受けます。ボールは渡る、原野、サイドラインを割ったところで長い笛、1対0コンサドーレ、1点差で勝利、逃げ切りました。